同振度同軸度においてどういう意味かわからない聞いたことあるけど詳しくは知らない具体的にどのように使われているのかわからない使う上での注意点を知りたいといったことでお困りではないでしょうかこの動画では同振度同軸度の定義どのような時に指示するのか図面上での使われ方使用する際の注意点を解説していきます早速ですがまずは同振度同軸度の定義です 同振度とは一言で言うと対象の中心が基準の中心からどれだけ隔たってもいいのかということ同軸度とは対対象のの軸軸線線が基準の軸線に対してどちらも中心のズレに対する規制ですが簡単に言えば厚みがない形状には同振度厚みがある形状には同軸度が使われ実質的には同じ意味です。 実際に図面での使われ方を見てみましょう。円筒の穴に対する指示を見てみます。図面下側に二重丸の形をした記号がありますが、これが同振度、同軸度を表す記号です。また、図面上の A はデータムと呼ばれ、基準となる中心、この図面においては外側の円筒形状の中心軸を示します。この図面で指示される交差域はこのようになります。 データ無軸直線 A というのが先ほどの図面で指示された中心軸です。穴の軸はこのデータム軸直線 A を中心とした直径 0.1mm の円筒内にあることが求められます設計者の意図の例としては外径と穴が同軸であってほしい軸の反りやうねりは 0.1mm まで許すといったことが挙げられます。 次の使用例です。こちらは軸に対する指示であり、データムは右側の細くて長い円筒の軸、指示されているのは左側の太くて短い円筒の軸となります。この図面で指示される交差域はこのようになります。対象軸線はデータム軸直線 A を中心とした直径 φ0.1mm の円筒内にあることが求められます。設計者の意図の例としては、 基準軸と対軸軸軸が同一軸線上にあってほしい軸の反りやおねりは 0.1mm まで許すといったことが挙げられます。参考として同軸度と一度、前触れ、進捗度の関係を見てみます。結論から言いますと、今からお見せする4つの図面指示はすべて同じ内容を指示するものとなります。まずは同軸度と一度です。左側に 2つの図面指示を示していますがこの2つは全く同じ指示を表していますデータム軸直線 A を中心に半径0.05直径でいうと0.1ミ、mm、リ内に対象軸が収まることが必要ですデータムが軸直線であることまた同軸度も一度も軸直線に対する指示となっていることがポイントですただしこの場合は一度でなく同軸度で指示することが一般的ですここでは、軸直線と 対称軸の互いの距離は最大で0.05 m m となることを覚えておいてください。次に図形の形状は先ほどと同じですが、指示が全ブレの図面指示を見てみます。全ブレ指示は中心軸ではなく円筒表面がどれだけ触れてもいいかという指示です。よってデータム A は軸直線ですが、全ブレ指示は軸直線ではなく円筒表面に対して行われます。 表面の C ですが、これは言い換えると中心軸が上下に 0.05mm ずつまでずれることが許されているということになります。ここでもデータ無軸直線と太くて短い円筒の軸の互いの距離は最大で 0.05mm であることを覚えておいてください。最後に進捗度です。これも先ほどまでと図形の形状は同じですが、太くて短い円筒と 細くて長い円筒の両方に進捗度の指示がなされています。進捗度は、同軸とや一度と同じく軸線に対する指示ですが、データ無がないのが特徴です。ここでも、太くて短い円筒の軸と細くて短い円筒の軸の互いの距離は最大で 0.05mm となることを覚えておいてください。今までの図面をまとめて示します。4つの図面指示はどれも、 軸線同士の距離は最大0.05という意味で同じですこのように同軸度は1度、全フレ、進捗度に代替可能な場合があります最後に同軸度の測定について簡単に触れます左のような図面指示があったとしますこの時の簡易的な測定方法は右図のようになりますデータ無軸直線の部分を固定具に取り付け 測定物を回転しながら、インジケーターで対象部分を測定します。インジケーターの示す最大値と最小値の差を測定し、その値が0.1以内かどうかで判別します。この動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。概要欄では、この動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先も貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。 今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。